稽古の後の風呂は最高だと思わないか。唐突ですね。最近皆で入っていないと思ってな。お風呂は一人が基本じゃないですか。剣術を語り合いながら普段は手が届かないところまで洗い合うと身も心もさっぱりするぞ。今度一緒に入ろう。